ライカジャパンの米山さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回なんかもうボディが半分ぐらい隠れそうな立派なレンズがついてるんですけれども、ね、はい、これに関してお話しいただけますか。はい、これはライカのノクティルックスという非常に歴史のある非常に明るいレンズなんですね。ですからこれほど大きい、レンズになっておりまして、なんと 0.95 小数点以下なんですね。開放 F 値が 0.95。 これ見えますかね、これね、絞りの、これ絞りなんですけどね、はい、なんせ1を切ってるというですね、まあ、一般的簡単に言っちゃいますと人間の目で見るより明るいとも言われてますけれども、それだけ明るいレンズで、まあ、フローティングというシステムを搭載してまして、あとアスフェリカルという非球面レンズですね、はい、これ使ってます。もう画質にでは妥協のない製品ということですね。もうこれ以上の 50mm はないんでしょうかというですね、 0.95 の 50mm レンズです。わかりました。これちなみにお値段はいくらぐらいなんですか。これがですね、ちょっとまだお値段のは決まってないんですね。きっと安くはないですよね。正直言ってそれなりのないと思います。わかりました。すいません。発売の時期的には、はい、これもちょっとまだ決まっておりませんが、来年の2月ぐらいぐらいですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。